こんにちは、トレーニングセスボディコンディショニングリフレクサを運営している大野です。当施設は UGM と言いまして、離重力身体操作法という重力を利用した体の使い方を皆様にお勧めしています。腕をうまく使うには肘を中心に考えるんじゃなくて肩甲骨を中心に考える。腕にかかった負荷を肘で処理しないで肩甲骨に伝えることによってより大きい筋肉、体幹に近い筋肉の収縮力じゃなくて張力を使って力を発揮させるっていうお話をこの間までやってきました。で今回は足の方を見せていただくと思います。足の方は、足もまあ腕と同じ構造しているので腕を使うのに肘を中心に考えないでっていうお話をしましたけども、じゃあ腕の肘に当たる部分はどこかというと膝です。なので、この膝を中心に考えて動かさないで腕で言ったら肩甲骨に当たる部分はじゃあ足で言うとどこかってなると骨盤に。なので膝でその例えば足でなんか押したり着地した衝撃を受けるときに膝で処理しないで股関節骨盤に受けることによってお尻の筋肉のストレッチかけることによってお尻の筋肉の張力を引き出せるのでこの張力で支えたりあるいは出力させて前に行ったり蹴ったりするというような体の使い方をしている。なので膝を中心にやはり考えないで股関節を自分の体の胴体部分を沈み込ませることによって股関節をうまく使ってお尻の筋肉の張力を引き出す。これによって出力を生み出すというふうな考え方で、やってます。では例として、踏み台登りで、ちょっと比較してみましょう。膝を使って登る場合は膝の曲げ伸ばしで登ります。で股関節をうまく使う場合ですけど このように、体を前に倒しながら股関節の上に骨盤を乗せるようにして使わせます。このように、骨盤に力を伝えるには股関節をうまく使う必要があります。はい、このように、膝を中心に考えないで股関節を中心に、やっぱり考えて、股関節をうまく使わせる。それによってお尻の張力を引き出して出力させるっていう使い方っていうものができればやはり上半身腕と同じようにより大きい、体幹の近い筋肉をストレッチしながら使うことになるので、より大きい力を生み出すことができるのに疲れにくいっていう状態が生まれます。しかも力に頼ってないのでバランスも良くなります。しっかり自分の体を安定させて自分の体を支えることができます。そうなってくるとやはりパフォーマンスとか日常動作っていうものが全然変わってきます。うまく膝を中心じゃなくて骨盤にうまく力を伝えるような股関節の使い方をするためには大事なポイントがあります。直線的な足の動かし方をしないってことですね。直線的な足の使い方、それはなぜかというと、股関節の構造を見るとここにこういうふうに関節が入っています。なので、これをまあ、もちろん、
筋肉もうまく使って直線的に動かすことも可能なんですが、自然にこの骨格を考えると自然に足を上げていくと膝が外を向いていきます。戻すと膝が内側に入っていきます。このように股関節、関節構造上を自然に動かそうとすると、そういうふうに直線的な動きではなくて、いわゆる螺旋の動き、ひねり動作が入ってこのひねり動作がをうまく使わせることによって、筋肉をより全体使わせることができます。例えば直線的に動かすのであれば、ここの前の筋肉と後ろのももの裏、太ももの前後の筋肉だけ使うことになりますけども、このねじれが入ることによって、例えばこう、このねじれが入ることによって、前だけじゃなくて後ろもそうですけど、横あるいは内側、この全体の筋肉のを使わせることができます。そうするとより多くの筋肉が関与するので、出力も大きくなるし、一つの筋肉にかかる負担っていうのが非常に少なくなるので、肉離れなどの怪我も防ぐことができますですね。なんで、じゃあ足だけこう見ます。着地したり沈み込んだ時に直線的にこう動くのではなくて、この骨盤が押し込まれる、ここに押し込まれることによって膝が外を向くような感じ、螺旋の動き、開いて閉じる、開いて閉じる、開いて閉じる、開いて、これでこういう直線的な膝の使い方ではなくて、こういう螺旋の動きを使うことによって、こう入るお尻を上に引き出す、反対側に行くとお尻、お尻、お尻で、こうやるとなんかスケートっぽくなる。膝とか足でこう蹴る、蹴って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 っていうのではなくて、股関節に自分の体重を乗せる、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 乗せるということで出力しているという体の股関節の使い方。はい、このように今まで見てきたようにポイント、螺旋の動きですね、股関節の螺旋の動きと自分の胴体、体幹部の重さ、いわゆる重力ですね、この重さを利用することによって、お尻の筋肉の、あるいは太ももの、もも裏の筋肉の張力を引き出して、それを出力に結びつける、こういう考え方で体を使うと、より効率的に動くことができるということになります。その使い方を応用して、例えば先ほどやったスケートの動きだったりもそうですけど、走る動きもそうです。あるいは自転車をこう漕ぐっていうのも、膝を中心じゃなくて股関節、お尻の筋肉をうまく使わせる。階段を登るとか、一応実際の動きにどうやって使っていくか、あるいはその動かし方をどうやってまた練習して習得していくか。まず、ちょっと椅子使いましょう。椅子に座ります。で、じゃあ前から。最初に、ひとまず、つま先をちょっと極端に内側に向けて膝を寄せちゃってみてください。はい。で、このまま体を前に、胸を張ったまま前に倒します。横から見ると、このように。この時に背中のまま丸まったりしないようにして、胸をちょっと前に出したまま、太ももに骨盤を押し当てるように倒します。はい、そうしますと、ギュッていくと、この内側、太ももの内側に骨が当たる感じというか、なんか詰まる感じがあると思います。はい、それが感じられたら、
ちょっと足の位置、つま先の位置を元にも少し戻します。それでもう一度で、その詰まる感じが消えないようにちょっと調整しましょう。そしたらその詰まる感じをちょっと確認したら、その詰まった感じを失わないようにお尻をちょっと浮かしてみます。よいしょ。はい。そうすると足の力、ふくらはぎとか太ももの前の筋肉の力じゃなくて、股関節に乗っかった状態で体を支えているという感覚が出ると思います。なので足で踏ん張ってこの状態を作っているよりも、乗っているだけなので非常に楽にこの姿勢を作ります。はい。なので、今の股関節、まあ、太ももに骨盤を乗せた状態で体を支える。そうすると力をで踏ん張ってないので、力んでないので、肩とか上半身ですね、体幹部の筋肉も緊張しないで済みます。例えばこの状態が楽であれば、日常動作である例えば中腰で何かやる作業というのも膝とか腰に負担がかからないで、ここに乗っかった状態で楽に作業することができます。はい。ただ階段登るなんかもこの状態でこういう感じでこの股関節に乗せて乗せてっていう感じで登れば、やっぱり疲労度が非常に少なくて済みます。なのでここでも大事なのは、体幹部胴体の重りをうまく利用して股関節に乗せてあげる。そうすると筋力じゃなくてここの股関節に乗った状態で自分の体を支えることができる。はい。例えばこれをスポーツに応用するのであれば、例えば格闘技で、こういう低い姿勢で構える。だから体の状態がリラックスしているので、瞬時の動きもしやすくなります。はい。サーフィンなんかでもこういう低い姿勢でサーフィンライドする場合であれば、波の変化とかに対しても固まってないので、力じゃなくて重心移動がうまくできます。はい。あとは他にも、例えば野球でも守備の位置でここで乗っかった状態で構えていられれば、打球に素早く反応することができます。はい。こんな風にスポーツを十分の体重を利用してうまく支えることによって楽に中腰の姿勢が取れます。そうすると動き、日常動作やそういうスポーツでのパフォーマンスにすごい直結する。足の使い方、重心位置の低い位置、例えば、低い状態から立ち上がる時の足の使い方を説明していきます。例えばですね、立ち膝をついてこの状態から立ち上がりましょうといったときに、この足をですね、普通、まあ、一般的に言われるのはこの膝の上の筋肉ですね、太ももの前の筋肉の筋力を使って膝を伸ばすことによって立つ。よいしょ。こういう感じで立つ。そう、直線的な動きになります。でここでのポイントは、足の使い方のポイントはやはり螺旋の動き、ひねり動作が加わります。なので、膝を中心に膝を伸ばしてこう立ち上がるというのではなくて、ちょっと最初つま先内側に向けてみていただいて、で、股関節を深く入れてみましょう。横から見るとこの状態から胸を軽く張った状態を作って、股関節、骨盤を深くグッて入れたので、股関節を深く曲げたり、お尻伸びます。でこの伸びた張力をやっぱり使っていきたい。でまた前から見ると、骨盤を前にグッと押し込むことによって膝が外を向いて股関節にねじりが加わる。この状態を作ったら、今度は膝を
この外に向いた膝を内側に戻してみましょう。もう一度でいいです。骨盤を押し込んで膝が外に開いたら、これを内側にポン。そうするとこの動きと比較してですね、非常にここの筋力、疲労が全然感じられません。はい、このねじり動作で深く入った骨盤を太ももが上に弾くようにして立ち上がるので、まあ、大腿四頭筋という太ももの前の筋肉ですけども、ここの筋力に頼らないで股関節の動きで骨盤を立ち上げてくれるので疲労感が全く違います。はい、で実はこの膝の筋肉を、膝の太ももの前の筋肉、大腿四頭筋の筋肉を使ってこう立ち上がりを繰り返す、要するに直線的な動かし方を続けているとすごく膝に負担がかかります。疲労がたまるだけじゃなくて、膝にすごい負担がかかってしまう。そうすると膝にこう怪我してしまう可能性が高くなります。なので膝に負担をかけないようにするためには、やはり股関節の螺旋の動き、ねじり動きをうまく使ってあげると股関節に負担をかけないで、しかも疲労は少なく立ち上がることができます。いかがでしょうか。今みたいのような股関節のいわゆる内外旋ですね、螺旋の動きを使うことによって効率的に立ち上がると、これを利用応用して、例えばうさぎ跳びのような、しゃがみ込んだ時にうさぎ跳び、例えばこの状態で骨盤をしっかり股関節にの間に挟み込みます。すると前から見るとやっぱりちょっとつま先内側向けとけば膝がこのポンと開きます。でその開いたこの動きで骨盤が上にポンと弾かれる。そうするとここのバネ、お尻股関節周りのバネで例えばポンパズパズポン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 、はい、という動きができます。そうすると一般にうさぎ跳びっていうトレーニング方法は膝と腰にすごく負担がかかるので、やらない方があまりよろしくないトレーニングっていうふうに、今までちょっと言われている傾向がありましたけど、実はそうではなくて今の姿勢が取れればうさぎ跳びをやっても膝や腰に負担がかからないで、むしろ股関節の柔軟性を高めながら体幹部のバネを引き出すことができるトレーニングになります。ですので、うさぎ跳びという動作自体、まあ、そのトレーニング方法自体が悪いのではなくて、実はそのうさぎ跳びをするだけのそのポジションや姿勢、動作をするできるかどうかが問題です。そのできるようにするためには必要なのが柔軟性です。この時に硬ければ背中が丸まってしまってこんな状態になる。膝が硬い。これでうさぎ跳びをしてしまうと膝や腰にものすごい負担がかかってしまう。はい、だそのトレーニングに必要、あるいはその動きに必要な柔軟性をまず第一に考える必要があります。ですので小中高校生で部活でスポーツなどをやられている人は特に確認する必要があります。はい、まず柔軟性があって、その下に来るのが姿勢や正しい動作っていうものが来ます。柔軟性がないとその姿勢を取ったり正しい動作をすることができない。なのでまず柔軟性があって正しい姿勢動作が取れて
それで競技動作やトレーニングを積むと筋力、持久力、放置性、バランスっていうのがついてきます。最初から筋力とか持久力に走らないで、まず体ができているというのは柔軟性があって姿勢がしっかり取れている、いい動きがちゃんとできるっていうところが大事になってきます。